あ、おはようございます。なんかいい感じになったみたいだね。バージョンアップしてからなんかおかしかったみたいですね。 今日は1月の23日の火曜日です。はい、雪が降ってます。こんな雪って感じです。あ、ちょっと雪がこうドカーンって降ると、うわって現実逃避するんだけど、ハラハラハラって降ってる雪はちょっとエモーショナルな気持ちになりますね。 なんか昔の冬ウィンターソングってあるじゃないですか、昔の。なんか急に聴きたくなって、ちょっと前だなと思ってる歌が平気で十何年前っていうね、年齢になってきてますね。 今日はこちらでございます。はい、手ぬぐい半襟はもたはんさんで、販売されておりましたね。販売してんのかな、今も。えとの手ぬぐい半襟です。はい、アジロジバンです。ね、冬の歌ってさ、やっぱさ、いいよね。エモーショナルな気持ちになって、 こうなんか、ああ、わーって、こうなんか走馬灯のように昔の記憶が 蘇りますね。情緒漂うって感じですよ。 やっぱ私の年齢、ちょっとずれてるのかな。もうちょっと若い年齢の方はズバリだと思うけど、やっぱ中島美嘉さんのね、雪の花とかはね、もう冬って言ったらこの歌みたいなね、 ありますよね。もう十何年前なのよね。 そんな昔かって。そういえば30代の頃だもんな、歌ってたのカラオケで。だってもう今40終わりだもんね。そうなるわね、40終わりですよ、本当に。40もう終わりますよね、もうすぐで。あらあらね。でもなんか、まあ店を、あ、今日はあれですね、ウールの優子さんからいただいた着物です。店を出すために一時音楽を聴かなかった時期があったんですけれども、まあ30代はよく音楽をいつも聴いてたんですよね。出勤の前にずっと歌をわーって歌いながら行ってたんですよ、テンション上げるために マイクで呼び込みしなきゃいけないので、まず声作ってから行くみたいな感じで、店に着いた時にはもうスイッチ入ってる状態にしなきゃいけないので、朝はすごい弱いので、もうね、もうめっちゃ暗いどんよりとした家から出た状態から、ほんの7分ほどの運転時間の間にスイッチを入れるという感じでしたね。あの頃はよく歌ってましたね。今歌わなくなってめっちゃ歌下手になってますけどね。もう全然息が続かなくなっちゃって、運動もしてないからさ、腹筋もなくなっちゃったんだろうね。オープンしたないの時ね、本当に焼きたてですって言いながらね、パンを焼いてたんですよ。作って焼いて売ってたんですよ。そしたらね、腹筋してないのにちょっとお腹のここがね、腹筋の筋が出てきて、だからね、腹から声出すとね、腹筋つくんですよね。 それぐらい張り上げてましたね。だからね、今もうコロナになってからね、そんな声を高らかに張り上げるっていう商売方法はもう見なくなりましたけれどもね、昔はそうでしたね。私、店、今でもね、土曜日焼きたてで、揚げたてですってマイク、カレーパンでかけてるんですけれども、結構地声もでっかいんで、お店に来たことある方は、私の呼び込みの声は聞いたことはあると思いますが、
かなりあのマイクよりでかいって言われます、いまだにね。でもね、やっぱ昔みたいに腹から声出てないから、あのだいたい次の日喉痛いんだよね、扁桃腺腫れてんだよねすっごい弱くなっちゃって。昔は声張ってましたね子育て中もそうだし、仕事の時もそうだし、声張ってましたね。今と違って頑張ってましたね。スキマスイッチのさ、あの歌とかもさ、あ、この歌も15年も前なんだとかね、びっくりする。本当結構スキマスイッチってこの間来たなみたいな感じな感覚だったけども、あの方たちも十分中年になってるっていうね、あ、時の流れが早いと思って。まあ、YouTube はね、見るのは好きなんですけれども、基本的に音楽のばっかりですね。最近は。メイクのもあんま見なくなって、コスメもあんま見なくなって、最近音楽ばっかりですね。最近なんか久しぶりに K-POP 聴いてますよ。そうそうそう、 BTS がデビューしてすぐの頃はちょっと聴いてた時期あったんだけど、そっからずっと一時聴かなくなって、なんか少女時代のさ、まだ全盛期だった頃とかは知ってるんだけど、途中から全然聞かなくなって、最近またちょっと聞くようになって、違うグループのね、うん、で日本人も聞いてて、若い時はアメリカのとかイギリスとか、その洋楽って言われるジャンルは結構好きだったんだけど、あ、英語とか全然わかんないんですよ。なんかでもそういうのあるじゃないですか、なんか音として聞きたいみたいな、そういう感じでしたね。あ、ただいま。はい、そうそうそう、あ、今日は着物婦さんのリバーシブル半幅帯です。いつもこっち側使ってたんだけど、今日こっち側のサラサ模様を使おうかなと思いまして、襟をひびひもの青色にして、襟あの帯締めをね、で襟と合わせようかなと思います。そうそう、洋楽を聴いてたな、若い頃は。なんか日本語を聴くのが嫌で、音だけを聴きたくてっていう時期があって、なんか息子はほら今の時代ってお母さんが送り迎えするじゃん、車で。だから息子はいつも小学校の時に車の中で、アイコ、
アイコはよく聞いてたと思う。多分ほとんど知ってると思う。アイコ、柴田純は知ってると思う。あと小袋、ミスチル、じゃあ畑さん、そこら辺はもう全部私の影響が強いというか、先に聞かせちゃってるみたいなところはありますね。そこからいろんなジャンルを彼は好きになってますけどね。もう彼の方が詳しいんで、ちょっと私は専門的な分野にはそこまでわかんないので、いいなと思うの聞いてるだけだけど、彼は本当にもう詳しくなって、うん、サブカルチャー王になるのかなっていうぐらい詳しくなって。でもな、似てんだろうなって。私もまあ着物のことは結構なんかこうね、簡単なことしか言ってないつもりだけど、結構専門的な言葉を使っているんだろうなと思いますね。そうそう、着物のね、用語をね、もうちょっと簡単に説明するできるようにしなきゃなと思ってんだけどね。そういえばなんか志半ばで終わってるや、いろんなことが。志は高く実効性はなくみたいなダメな大人ダメな大人になってますけれどもね。でもまあ音楽もさ、別に専門的な細かいことを知らなくったって好きな人は好きで楽しめれるじゃん。それと一緒で着物もさ、別に詳しいことは知らなくったって、楽しめれるものなので、楽しんでほしいなと思いますよ本当に、うん、なんかね、マウント取る人とかいるんですけどね、うん、取らせたい人は何、そういうことをしたい人はね、どの分野においてもいるんですよね。そういうマウント取って喋る人っていうのは、何においてもマウント取りたい人っているんで、そういう方をいちいち相手にしてたらキリがないので、ほっときましょう。好きな、好きだな、楽しいなって思って、それだけで十分だと思うんですよね。ね、私はね、ダメなんですよね。こうなんかそのマウントを取りたい人って自分の意見が正しいと思うタイプじゃないですか。で、違うことを言うと、そうじゃない、こうだって言われて、その人よりもそこに分野において詳しくて、いや、それは違うよっていう思いがあっても、あ、そうなんやって流されちゃうんですよね、私どっちか。めんどくさいって思っちゃうんですね。なんか、だからね、なんかね、空返事しちゃうんですよね。悪い癖だなと思うんですけど、波風立てたくないというか、臆病な部分があるというか、まあなんだろう、優しく言えば、臆病で、まあ、本音を言えば適当なんだろうなと思う。まあいいわ、このまあいいわ、そういう人もおるわみたいな感じで、結構そういうところは冷たいのかも。なんかね、言っても嫌な思いになるだけだから、だったら言わない方がいいんじゃないって思っちゃうんですよね。そういう癖がありますね、昔から。そういえば全然何回か怒られたことありますね、空返事するなって
いや、今なんか質問したらいけないんじゃないかなと思って、あ、はいって言ったら、なんで分かってないのに入ってるのって怒られたことは何回かありましたけども。いや、じゃあ今質問しても怒らんかったんけって思うけど、絶対怒るんやろうなって、この人怒りたいタイミングをさ、怒りたいタイミングを狙ってる方っているじゃないですか。そういう方に結構私ヒットしやすいんで、はい、怒られましたみたいな。そういう若い時代、そんな時代は多かったですよ。はい。うーん、みたいな笑顔で、うんうんうん、って言って。もうね、そんな感じでしたけどね。はい、今日こんな、ちょっとあったかい感じのコーディネートですね。まあ実際あったかいですね。中は、木綿のね、網代みたいな織りか、あの、織り目になってるから網代なんですけれども。網代って織りがあるんですよ。昔の、家の、天井の、なんていうの？竹でできた天井で網代織りのとかあったり、あと畳も網代織りとかあるんですけど、そういう織りに見立てた、まあ織りなのかな、そういう織り、こういうね、ちょっと。うちの今も網代になってますね。今の織り方の、畳のね。うん、これはもたはんさんです。襟ももたはんさんです。着物は優子さんがくれたウールの着物です。で、帯が着物婦さんの帯です。こっち側使うのは珍しいかなと思いますね。ちょっと暗い目の色なので、なんかあんまり使ってなかったんですけど、あ、今日ちょっと、あ、これに合うかもしれないと思って、合わせてみました。で、襟に合わせて青色の帯締め、もうこれもモタハンさんですね。で、足袋は今日ちょっとね、前におあつらえしたネル足袋、恵比寿足袋さんの履いてます。もうだいぶくたくたになっているんですけれども、かかとの方とか、少し擦れて破けそうになってるんですけど、これを履く理由は、今日は雪でもうみぞれみたいな状態で、いつボッて降るかわかんないので、ちょっと外行くときに、草履も下駄も履けなくて、ブーツなの、履くつもりなのね。そうすると、こういうブーツとか長靴とかを草履で履く、草履じゃない、足袋で履くと、すごい変なとこ擦れるんですよ。で、破けやすいんですよ。なので、ちょっと古いやつで、ちょっともう穴開いてるなとかっていうのは、そういう時に取っといて、そういう時に履いてます。靴で履かなきゃいけない時に履いてる。靴下はどうしたっていう話なんだけど。靴下寒くて履けないよ、もう。で、かんざしが、猫のかんざしと、おろくぐしと刺繍が絞りの刺繍。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。そんな、ことがありましたね。そう。変な癖を喋っちゃいましたね。そうなんですよね。そう。押し流されるタイプですね。あ、あった。な、そうなんやーって。そうなんやーって言って忘れるみたいな。スーって。そう。そうなんですよね。でもそういうなんか、わーってこうね、まあ、こう、上からマウント取る方と喋ると疲れちゃうんで、なるべくその後は距離を置くように、あまり会わないようにする努力をする。疲れちゃうんで、私が。ってなるんで。そう、そんな感じかな。いろいろな癖ってありますよね。本当はもうね、順調だってね、冷静に、いや、これはこうですよってお伝えできた方が、本当は、いいんだろうなと思うんですけど、そこまでできない。そんなに自信がない。そういう感じですね。結構引っ込み思案なんでね。動画撮ってて言うのもあれですけど、結構引っ込み思案なんで あれなんですよ。人見知りではないんですよ。全然。人見知りは、マネージャーのお父さんとお母さんにしかしたことがないです。この人どう思ってるんだろう。仲良くなれるかなとかって不安になって、
お会いしたのは、その要するにあの義理の親とか妹さんとかしか思ったことがないですね。若い時はいい風に思われたいなっていう思いがあったから、うん、そうなるんだなって今になったら納得するんだけどね。自分がいい風に見てもらいたいからやっぱりそういう風に思っちゃうんだろうなと思うんだけど、基本的にどう思われても別にいいやって思ってるから、あんまり人見知りがないんですよね。自分はこのままやし、あの不愉快やったら多分もう喋ってこられないだろうし、不愉快じゃなければ仲良くなってもらえるんだろうし、それはあの向こうの方にお任せするっていう感じでいるので、あんまりあれなんだけど、引っ込み思案なんですよね。自分からぐいぐいは話しかけれないっていうか、あーとかっていうのはあまりできなくて、うん、なんか今は全然イベントもしてないのであれなんですけど、本当にイベントとかでちょっとどっか行く時とかも絶対あのこう動画でね、最初にねあのお声かけをしてくださいってお願いしてるのは、私から声をかけれないタイプなんですよ。声かけてくださったらもう全然喋れるんだけど、だそれを知ってるから、あの実際にお会いしてるそのトントンのね、あのグルチャとかにも入って、オープンチャットとかにも入ってくれてる方たちとかが、こう新しい方でもじもじしてたら、あの声かけたらいいよ、清美さんは。あの声かけたらめっちゃ喋ってくれるよって、あの後ろからこうプッシュしてくれるんですよね。その役の人がいるんですよ、私には。本当にダメなんですよね。うん、だからお店とかでも動画撮っていいですかとか言えないんですよ、私自分から。なかなか本当にあの何度もお会いしてたりとかだったらあれなんですけど、本当にあのもう稀なんですよね、勇気を振り絞ってみたいな感じなんで、だいたいマネージャーがいたらマネージャーにお願いするし、あのなんだろう、基本的にはなんか恥ずかしいから言いたくないってもじもじもじってする方です、はい、なんだろうね、なんだろうね、うん、そうなんですよね、ちょっと引っ込み思案なんです、はい嘘っぽいでしょ、本当なんですよこれ、自分でも不思議なんですけどね。なんかでも恥ずかしくないですか、なんか私のなんて格好ってあるじゃないですか、こうワイワイ結びしてて、このシュシュでかんざししてて、あの明らかに自分のあの YouTube を見てその格好をしてくださってる方がその場にいたとしても、見てくださってるんですかって自分からは絶対声かけられないんですよ、本当に。なんかたまたま目に留まって、あのなんていうのかな、他の方がやってたのをそのあの取り入れたっていう場合だっていっぱいあるじゃないですか。なのでなんかあの恥ずかしくって言えないんですよ。ただはあの嬉しいなとは思うんですけれども、うん、だからなんかあの YouTube 見てますって言ってくださると、あーありがとうございますっていう風にもっと話しやすくなるんですけど、自分からは喋れないタイプです。そんな状態であっても無理みたいな、うん、なんか恥ずかしいんだよね、なんだろうねこれね、めっちゃ引っ込み思案なんですよそこは、はい、なので多分ね、あの昔からあの結構早くから私と実際お会いしたことある方はそういう人なのよっていうのを知っていると思うんですよね。あの広島のまさみさんとか、なおこあのあの浜松のね、なおこさんとかメルキチさんとかもう現場を見たことがある。私がマジもじもじしてるのを見て、また無理なの無理なの無理なのって言ってるのを見てるので知ってると思うんですけど、結構ゆうこさんとかも、まあはい、自分から言わないと清美さん言えない人だからみたいな、押してくれるみたいな感じですけどね。だからグルチャでこうねやり取りしてて会うっていうのはすぐね、あお会いできましたねみたいな感じなんですけどね、変な癖がありますよ。私は本当に YouTube に本当は向いてない性格なんだと思うんですよ。ただまあね、
わーって喋ったことを覚えてないし負担にならないっていうのは向いてるのかなって思いますけど、なんでやってんだろうなって自分でも思いますけど、今日の着物1500回は超えてますんでね。はい、2000回に向けてあのなんだろう、粛々と続けております。2000回超えても多分気づかんでやっとるんやろうと思うんですけどね。とりあえず自分の中で目標としているんで、うん、そこまでいったらもう一回考えよう、うん、何を考えるかは分かんないけど、いったって、こう自分の中でやったって思える、頑張ったな私って思えるかな、よく続けたな自分って、自分を褒めてあげれるかなと思いますね、うん、自分で自分を褒めてあげたいなと思う数字の目標みたいな感じがある、うん、誰かに、うん、誰かに委ねるのではなくて、確信の部分は自分が自分でを認める部分であるべきだと思うので。急に男っぽくなるっていう。クッて。そう思いますね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは雪なんですけどね、ちょっと出かけていきます。それでは皆様良い一日を。あっくん、なんでこんなとここもってんの？あっくん、はい、マギアの皆さんこんばんは、マネージャーですよ。はい、ということで今日は1月の21日あの能登半島の地震が起きて20日過ぎましたけれども、はい、被害に被災された方ね、心よりお見舞い申し上げます。はい、なんか全然復興が進んでない感じみたいなんですけれども、まあそこはもう道が少なくて険しくって細いので、まあ取り急ぎ、被害が大きかった珠洲市とか輪島市の方からですね、バスで、小松市とか加賀市とかあと白山市の方のホテルとか旅館に、まあ、二次避難所として移動してもらっているということで、はい、まあ、これから余震もだいぶ減ってきましたけれども、まあ、復興していかなきゃいけないと。とはいえなんか1日10回ぐらい余震ありますけどね、ちっちゃいの。はい、ということでですね、またこれにしちゃった。これが好きすぎてもうダメ。長襦袢はモタハンさんのところのやつです。トスコハンの色襦袢の黄色と、あとこの襟はコーヒー襟と、着物は、演習木綿の普通地のちょっとふかふかしてるやつ、これがねいいんですよ、肌触りが。はい、これ羽織るだけだから、なんかこれ見たい人いるの？男の人見たいの？わかんないですけど、おはしょりがないからね。重ねて着るだけですよ。はい、そして帯はこれもモタハンさんのところのいつも使ってる好きなやつ、手ぬぐい帯のこれ第3弾かな、永平寺の天井の柄をモチーフにしたやつです。黒だと締まっていいね。でなんでこれ長襦袢を着てるところからスタートしてるかというとですね、
あの乳首が出るんですよなので清美さんのように70番から切るとこのスタートができないということです。バーンされちゃうからねどこわかんないけど厳しいから Google さんで、これ見えないね。どうしよう。絡結びしてるだけなんで、ぜひですね、着物が着てみたいなと言われる方は、男子はですね、こうやって貝の口にすると簡単に着られますよ。はい、もう終わった。あと足袋はこれ、灰村屋さんの足袋です。作ってもらった。はい、おっと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 、ということでちょっと出かけたいと思うんですけれども、地震ね、全然報道されてないですけど、他の市も結構やばくって、北の方の石川県こうあって北の方ね、で結構住めなくなってるのが内灘町とか、あと鹿原発あるところの鹿町、その上の都議町ってとこあるんですけど、その辺もだいぶやられてて、内灘町は結構南にあるんですけど、あそこ砂地の土地なんで液状化がひどくって、なんか道ももうボコボコになってましたね。うん、それでね、なんか地図見てたの、どの辺が被害ひどいのかなとか、山の方も結構山崩れとかあったりして、なんか住めなくなってる人とかも結構いらっしゃるんですけど、まあ、小松市は震源から100キロ以上離れてたし、まあ、震度5強でしたけどね、もう揺れましたけど、家は全然被害なくって、パン工場の方はまあ、なんか天井からエアコンがバーンって落ちたり、入り口のところの階段のところがバカって割れたりもあったんですけど、まあ、とりあえずはパンも作れるので、やれることをやろうというのでやってます。はい、それでこう地図見てたらね、久しぶりに日本地図見てて、ああここそうそう、中国地方とか九州とかあるなとか見てて、旗とね、鳥取県って見た時に、鳥取ってこう書くんだっていや今まで普通に読んでたけど、あれこれ鳥と、これ逆、どっちって分かんなくなりましたね。ダメね、ペン持って書かないから、こうパソコンでこう打つようになったらもう漢字が分かんなくって、もう、はい、鳥取ってなんでこれ鳥取って書くんですかね。鳥取鳥取の方教えてください。でこう南に行くとさ、大分、これ大分大分、これ板って読むの、なんかもう分かんなくなっちゃって、漢字って難しいよね。なんか今まで小学校の時から普通に大分って読んでたんですけど、ふと、これ大分、もう分かんねえ大分って、板って読むんだ。はい、なんで板って読むんですかね。大分の方教えてください。あ、これ鳥取の方とか大分の方をディスってるわけじゃないですよ。漢字って難しいなっていうお話でした。はい、では今日はお気に入りの、いつも来てる編集モーメンの普通字、はい、でちょっとお出かけしたいと思います。はーい、それでははっくん、はい、では
今日も一日、あ、また一日って言っちゃった。あ、はい。はい、いいですか。はい、では何枚か撮っていきますね。はい、お結婚おめでとうございます。はい、いや、俺真面目な顔してた。チーカさん、みんなでつながろう。はい、ライオンくんチャットって誰言いたい？はい、ライオンくんチャット。はい、ホームページを見てねって全員で言ってください。はい、聞こえた？みんな聞こえてる？はい、聞こえてない、はい、聞こえてない、後ろの人聞こえてない、キョンさん。地域のみんなとつながろうって私が言うから、うん、2人が LINE オープンチャットって言って、でみんなでホームページを見てねってこう言って、こっちじゃあ家業番号、はい、行くよ、はい、こっち、はい、地域のみんなとつながろう、 LINE オープンチャット、ホームページを見てね。